久保さん円円お正月セール円にししきましょうかえ僕はね、あの、まあ去年もね、お正月は390円でやったんですけど、今年はね、2, 2つの商品を390円にして、残りは990円、まあ3つ990円にして、2つ、だから合計5つですね。で、5つ買っても、まあ、5000円以内に収まる。5つ買っても4000円ぐらいか。みたいな価格設定にしました。 で、まあ、この後、じゃあ、お正月セール終わりました。まあ、あのー、中にはね、全部買ってくれる人もいると思うんですけど、全部買ってもね、全部買っても、まあ、5000円以下、4000円以下ですから、じゃあ、この後何するのかっていうと、まあ、新商品また控えてるんですよ。で、今回、その、安く商品を買っていただいて、あ結構いい勉強したなっていう風に体感していただければ、 まあその新商品も買ってくれる可能性もあるじゃないですかで。その新商品も新商品リリースで安くして売るんですけども、まあ、多分数千円ぐらいですかね。か手の届きやすい形ですよね。じゃあそれも買ったら単価が5000を超えて6000ぐらいになってくると。 で、また1月中旬ぐらいに今度ミドルぐらいの商品を売るんで、で、この5、6000を、まあ、お正月も含めて新商品も買って5、6000を買っていいなと思ったら、そのミドルぐらいの2万とか買ってくれるだろうし、で、今度最後、なんか、あ、出てきますね、また <laughs>。みたいな、なんかもう構成できてるんですよね、まあ、ず、まあ、いろいろともう、どういうふうにやっていこうみたいな。差ですよね。 まあでも実際にもうお正月元旦からね、まあビジネスやられてるね、チラシとかもあ入ってるだろうし、お正月セールスみたいなね。どこもあのやビジネスやってるとかやってますから、だからそこ、正月消費者なのか、まあテレビ番組とかもそうですよね。もう明らかにお正月なんかもう分かりやすいじゃないですか。正月番組をに出てる人間なのか、正月番組見る人間なのかって話で。 YouTube もそうなんですけど、正月に YouTube を発信してる側なのか、正月に YouTube 見てる側なのかっていう、本当にここにね、2曲の差が出るんじゃないかなと思いますし、わかりやすくね。で、僕は、正直、その、うん、なんですかね、めちゃめちゃ、その、すごくないので、ね、再生数もちっちゃいじゃないですか。チャンネル登録も、ね、2万本以上取って、まだチャンネル登録1万人いってないんですよ。 <そ>う <laughs> うん、だからまあもっと頑張んないといけない。じゃあ頑張るっつっても、どこで頑張るのかっていうと、人が休んでるとき頑張った方がさあの埋められるじゃないですか。うん。だからまあ、人が休んでるときにやるっていうね。でもやるって言ってもそんなんね、昔に比べるとやってないですけどね。<laughs> うん、昔に比べると全然やってないですよ、うん。もう余裕、なんかもう手抜いてますけど。 まあ手抜いててもやりますね。うん。ほんと楽っすもん、久保さん。本当に。<laughs> お正月キャンペーンとかも、何すかねよ、もう、もう僕も相当ずっとやってるじゃないですか。で、コンテンツもあるので、もうそれを形にして、ちょっとレターアップビって作るだけなんで、まあ3時間ぐらいあればできるんですよ。 一日の3時間ですよ。24時間って3時間ちょっとやればいいだけなんで。で、それでもお正月のじゅセールスの準備できるんですよね。でも、その、リアル店舗とかでお正月のセールスのね、こういうでかいなんかケース電気とかね、なんかその、山田電気とか、そういうところでお正月セールやるっつったら、まあ人がいっぱいいて、なんかお正月の福袋くらいっぱい並べてとか、超大変じゃないですか、いろいろと。ま <laughs> あ3時間ですよ。<laughs> まあ、これ、な、慣れてるからですよ。な、慣れてるからできるんだけども。 かもう全部が簡単というか楽ですよね。動画に関しても、なんすか、まあ、あのー、ね、まあちょっとやって、まあ予約投稿もできますし、で、メールもちょっととか言って予約メル、メールマガも予約投稿できるわけじゃないですか。だからほ本当ね、なんかね、今、慣れたからこそ、マジでもう、ほんとにお、すげえ声を大にして言いたいんですけど、マジでネットビジネスいいっすよ。だと、本当に楽すもん。 こんな楽でいいんだみたいな <laughs>。しかも今、クソ寒いじゃないですか。クソ寒いなが、ビビってやって終わりなわけじゃないですか。まあ動画に関してもね、あったかいながら喋ればいいんですよ。ね、あの、このクソな寒いながね、あの、ね、並んで買ってる人もいれば、その、並んでる人をこの、はい、みたいな、整理券配るとかやってる人もいるだろうし、大変ですよね。本当ネットありがたいですよね。なまあこれからも僕はまあネットを極めていきます。 もっと極めればもっと楽になりますから <laughs>。まあ今も十分楽ですけどね。ありがとう。ネットビジネス。いってらっしゃい。